今日はバイキンマンの折り紙だよ。この折り紙からバイキンマンを作っていくよ。まずはこの白い線に沿ってハサミで切り込みを入れていくよ。ここの白い線の端のところまで、これが角になるのかな。そしてこんな感じで折り込んでいって、逆の方もやっていくよ。よいしょ。そしてこの角になる部分をこんな感じで折り曲げていって、よいしょ。そしてこのバイキンマンの口の方もこっち側に折り曲げていくよ。なんか口が大きなバイキンマンだね、これね。よいしょ。こんな感じかな。そしてこれを角の形にちょっと開きながら折り曲げていって、ここにまた切れ込みを入れて角の形を作っていくよ。よし、やってみるね。そしてこの切り込みに合わせてちょっとここの部分を細く折り曲げていって、よいしょ、こっちの方もいけるかな。こんな感じ。そしてこの上のところをこっち側に折り曲げてあげると、バイキンマンの角の形になってきたね。逆の方もやっていってみよう。よいしょ。これをこうやって内側の方に折っていって、よいしょ。こうだね。そして先っぽをちょっと折り曲げてあげる。これでバイキンマンの角ができたよ。今度はこのバイキンマンの鼻をこうやって出していかないとなんだけど、まずはこの口のところに合わせてこんな感じで折っていって、逆の方も同じようにしていくよ。そしてここもちょっとこんな感じかな。これでこうか。こうやって広げながら折っていくとバイキンマンの鼻の形がだんだんとできてきたよ。よいしょ。よし。だいぶバイキンマンらしくなってきたかな。あとはこの頬のところをこっち側に折り曲げてあげて、これでバイキンマン完成だよ。バイキンマンの折り紙楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。